マラウィ市、正式名称マラウィイスラム市は、フィリピンミンダナオ島の西部南ラナオ州の州都。農業と農産物の出荷が主な産業で、ムスリムのマラナオ人が多く、マラナオ湖が通用している。ミンダナオ島最大の湖、ラナオ湖の北岸に位置し、アグス川がここから流れ出ており、市街地は川の西岸にある。 面積は22.60平方キロメートル、人口は13万1090人で、世帯数は2万375、96のバラン街からなる。マラウィ市から望むラナオコマラウィという氏名は、地元のマラナオン語で、持たれるを意味する、ロイーから来ており、ラナオコからのアグス川の流出口付近で北に、なびいている、ユリの花にちなんでいる。マラウィは以前は、ダンサラン町の一部であった。 スペイン人植民者がラナオ周辺を1689年に探検した際、巨大な湖を発見し、そこから北へ流れ出る川の出口にダンサランという大きな町があるという記録を残している。このダンサランはアメリカ統治下の1907年にモロ州の町となった。1940年、フィリピンコモンウェルス政府はダンサランを主とすることを議決したが、 市の発足は1950年であった。1956年、ダン・サラン氏はマラウィ氏に改名し、さらに1980年、イスラム教徒が9割を占めるマラウィ氏は公式名称をマラウィ・イスラム氏に変更した。ラナオデルする州の州都として、マラウィは州の商業、教育、文化、宗教、政治の中心となっている。2017年、 アイセルに賛同するイスラム系武装組織、アブサヤフが台頭。同年5月23日には、軍治安部隊と衝突し、戦闘が発生している。軍は、武装組織が立てこもる、住宅地域に向け、攻撃ヘリコプターによるロケット弾攻撃を実施した。武装組織側の戦闘員は、数百人の規模であり、住民を、人間の盾として、市内を占拠し続けた。 6月9日の戦闘ではフィリピン軍海兵隊員13人が死亡40人以上が負傷している。また同日在フィリピンアメリカ大使館はフィリピン政府の要請によりアメリカの特殊部隊がフィリピン軍を支援していることを表明した。マラウィシはラナオデルスル州の自治体に囲まれている。北はカパイとサグヤランに、東はブボンとティツアンラマイに、西は マランタオとサウイアランに接し、南はラナオコが広がっている。起伏のある丘と谷、穏やかな湖と流れ出るアグス川がマラウィの景観の特徴である。標高が高いため、熱帯にしては気温は涼しく快適で、年を通して降水量はほぼ変わらない。マラウィ市のイスラムセンターマラウィ市の市民のほとんどはムスリムである。マラナオコがこの地域の主な言語で、 ムスリム・クリスチャンの別なく使われているが、アラビア語の教育も広く行われているため、多くの市民がアラビア語の読み書きができる。また、ほとんどの学校では授業に英語を使用している。市の産業は米、コーンミール、穴空きブロック製造、金細工、製材などが主産業である。また様々な織物や木工品の製作、鈴細工や単ヤを行う。 小工場があちこちにある。死の祭典の多くは、イスラム教に絡んだものである。預言者、ムハンマドの生誕を祝う預言者生誕祭、ラマダーンは、市民の多くが楽しみにしている。ラマダーンでは、食材だけでなく新しい食器が用意され、最初の夜には、真新しい食器に盛られた特別な料理が振る舞われる。他にも、マラード・エミスキンと呼ばれる。 貧しい人々に食事を振る舞う祭典、マラード・エーラ・ラマラグと呼ばれる旅から無事帰ってきた人々や船乗りが旅の成功と安全を感謝して行う祝典がある。また、結婚式も派手で、特にダトゥと呼ばれる地元の古くからの主張の一族の結婚式は華やかで期間も長く、戴冠式なども同時に行われる。この地方には多くの民族舞踊がある。 キニイコールキにというマラナオの女性の特別な歩き方はダンスにも取り上げられる。また日本の竹の棒を叩く伴奏と共に行われるスインキルはマラナオを代表するダンスである。王妃の姿をした女性が足元で打ち鳴らされる竹をまたぎながら踊る優雅なダンスである。マラビシへの交通はマニラからだと輝んでおろ行きの飛行機か輝んでおろ、または イリワン行きのフェリーに乗り、そこから4人から6人のタクシー合い乗りで陸路をマラウィ市へ向かうことになる。バンサモロジチ地域の中心コタバトからは空路30分でラナオデルノルテ州のバロイへ飛び、そこからジプニーで30分でマラウィ市に向かうか、直接各都市経由のジプニーでマラウィへ向かう。ありがとうございます。